はい、皆さんこんにちは、内山達也のノカチャンネルです。4月8日に行われる、有明アリーナで試合があるんですけども、その試合ね、ついに那須川天心が、ボクシングデビュー戦します。で、対戦相手がね、ヨナハ選手。まあ、このヨナハ選手はね、アマチュアでも60戦以上やってて、で、まあまあやっぱり戦績でいうと、まあアマチュアでもなかなかいい記録残してますし、で、17戦12勝って、まあプロでその A 級とかでやってて、この勝率相当はまあ悪くない勝率です、本当に。うん、ね、今の時代、無敗とか1敗とかすごい、ね、多いですけど、そういう選手。まあ、17戦12勝ってことは、まあまあ、勝率もいいですし、まあ実力ある選手ですね。で、去年、南で選手やってるんですよね。うん。で、負けてはしまったんですけども、ただね、これはもうすごいなと本当に思うのが、那須川天心は、やっぱデビュー戦じゃないですか。言うてもキックで42戦、でやって、で、まあ無敗。ものすごい戦績。だって、大体キックって3ラウンドか5ラウンドルールじゃないですか。その中で、無敗ってのは、やっぱね、これはとんでもない記録なんですよ。うん。で、KO 率も高いし。ただ、今回ボクシング、もうキックは使えない。うん。で、僕見ず、天心選手ってやっぱすごいなと思うのが、蹴りはすごいなと思ってたんですよ、もう。本当に、見てない角度で蹴ったりして、それを見事相手に顔面に的中させて KO する。あのね、当て感ってのはもう素晴らしい。どうやって当ててんのってもう本当に見てて思うぐらいですけども、これがね、まあパンチになったらっていうところですよね。ただまあ元々天心選手の場合キックの時もスタイルで言うとボクシングスタイルなんですよね。ステップをうまくこう上下に使ってって感じで、すごくなんかキックボクシングっぽくない動きでやってたんで、まあすぐ対応はすると思うんですよ、ボクシング。まあだからといってね、プロボクシングどうなるかって言ったら、まあこれは見てみないとわからない。ただプロテストではその去年、南出選手とヨナハ選手試合して、で南出選手は勝ったんですけど、その選手と天心がプロテストでやったじゃないですか。で、あの時動画ちょこっと見たんですけど、まあ天心の方がやっぱり部が良かったなって、だいぶそういう内容だったんでね。だからこのヨナハ選手がこの試合をどのようにやるかで、これはね本当にヨナハ選手次第でこの試合は面白くもなると思うし、ね、つまんなくなると思うんですよ。うん。ただね、僕はまあ、天心選手も、すごく、こうやってね、キックのあんな有名なところから、ボクシング来てくれたっていうのはすごくやっぱ嬉しいことだし、天心選手もやっぱボクシングを盛り上げてほしいなっていう部分はありますね、すごく。うん。ただまあ、ボクシングですから、ここはね、ヨナ選手にも頑張ってもらいたいの。もちろんヨナ選手も絶対、負ける気ではいないと思うんで、勝つ気でいると思いますから、作戦もいろいろ考えてると思うし。で、今回は6回戦ですからね、6ラウンド。で、天心にとっては初めてのラウンドになるわけですね。今まで多分5ラウンドが、まあ延長とか入れてやったのかな、6ラウンドは。うん。ただ5ラウンドってのは結構なかなかね、6ラウンドか。6ラウンドは、まあ、スタミナの配分とか、うん。そういったものもいろいろあるんで、まあ、どのように戦うのかなってのは楽しみですね。でもまあ、本当に、ボクシングで6回戦デビューっていうのはキックボクサーから の転向ですからね。まあそれでボクシング6回戦でしかも日本ランカーとやるっていうのは、はい、これはもう普通に考えてもすごく褒めたいですし、すごいことだと思うんですよ。うん。だからここで勝ったりでもしたらやっぱりね、だって普通のアマチュア選手でさえ、アマチュアでの選手でさえなかなか日本ランカーでやるとかないんで、だったのがだから村田亮太ですね、はい、村田がデビュー戦でね、僕の後輩の柴田と、うん、チャンピオンとやって、東洋チャンピオンかな、やって2ラウンドで KO しましたけど、だ村田はやっぱ強いなと、うん、あの時感じたんで、まあ天心選手も、ね、そこに関しては技術に関してははっきり言って日本ランカー以上にあると思うんで、あとはどういう試合を見せてくれるか、そして、うん、ヨナ選手がやはり意地を持ってどのように天心を返り討ちするか、ここが見どころだと思います。ぜひ皆さんこれもプライムビデオでやりますんで、ぜひ見てください。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。皆さんチャンネル登録もよろしくお願いします。